今枝総一郎君。皆様こんにちは、ただいまから質問を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私は医師不足などの課題に苦しむ地方の医療体制の再生のために15歳で国会議員を目指してまいりました。現場を知らなくてはならぬと思い医師になり、過疎地での医療にも従事をしてきました。ゆえに地方の医療体制の再生には並々ならぬ思いがあります。これまでも予算増や医師の地域枠の増加に対しても努力をしてきましたが、まだまだ厳しい状況にありますので、本日は国会質問をさせていただきたいと思います。まずは愛知県東栄町の東栄医療センターについてであります。ここは人口約1万人の北設楽郡唯一のベッドがあります国保直営の有償診療所です。ちなみに北設楽郡は面積が約550平方キロメートルで、静岡県境や長野県境があり、端から端まで1時間から1時間半かかります。その中で東栄町は人口約3000人で、人口規模や財源から言っても非常に苦しいわけです。実は昨年3月までは東栄病院としてやってきましたけれども、今は有償診療所になりました。さらに2022年には病床をなくさざるを得ないというふうに東栄町役場は考えているようです。さらに人口透析も行っております。これは北設楽郡のみならず、静岡県の佐久間や三作坊といった地域からも通ってきておられます。静岡県側にも透析医療施設がないんです。これも今年の3月で終了する予定だということです。もちろん東栄町も代替手段として別の透析病院へ患者さんの転院を決められたり、また通院支援なども今後あり得るでしょう。しかし人工透析は確実で週3日毎回 4,5 時間かかります。透析後は個人差はありますが、血圧の低下によるふらつきもあり、運転を不安視される方もいらっしゃいます。そもそもご高齢の方は車が運転できないこともあります。往復2時間かけて通わなければならないとなれば、東栄町や北設楽郡に住むこと自体が難しいと思われてしまうかもしれません。その思いは本当に筆舌を尽くしがたいものであります。地方の医療を支える国会議員として何とかしてお助けをしたいと考えております。地域医療計画は地方の役割かもしれませんが、過疎地医療を国としてどのように守るのか、人工透析の継続や病床確保の支援、医師や看護師などの医療従事者の確保を充実する必要がありますが、国はどのように支援を行うのかお聞かせください。稲津厚生労働副大臣。お答えをさせていただきます。平地における医療供給体制については、地域ごとの地理的条件ですとか、あるいは人口構成によって、異なる医療需要等を踏まえて、平地の医療対策の総合的な企画調整を担う平地医療支援機構の設置、それから平地医療拠点病院や平地診療所の整備、また無医地区等への巡回診療などの各種対策が行われておりまして、厚生労働省としてはこのような取り組みに対して財政支援を行っているところでございます。こうした中で、まず医師養成課程、これを通じた医師確保対策として、大学医学部地域枠の増員について、将来時点における不足医師数を目指すために必要な医師数を都道府県知事から大学に要請を可能としていること、それから臨床研修において地域偏在の状況を踏まえ、都道府県別の採用上限枠数を設定すること、専門研修において厚生労働大臣からの意見要請を踏まえて、日本専門医療機構が都道府県診療科別に必要な医師数に基づいた採用数の上限、シーリングですね、これを設定すること、これらのことによりまして、医師の地域偏在、診療科の偏在対策を進めているところでございます。看護職員についてもですね、この不足に対して、あるいは地域の偏在について新規の要請、不足支援、定着支援、こうしたことを通じて、医療介護総合確保基金等による支援ですとか、あるいは、この看護職員の確保等の課題について、都道府県ナースセンター、地方自治体、病院、団体等が取り組む、連携して取り組む地域に必要な看護職員の確保推進事業、これらを推進するための財政支援などに取り組んでいるところでございます。厚生労働省や都道府県が協力をしながら、これらの取り組みを行うことととともに、さらに
厚生労働省としては、都道府県が策定する医師確保計画に基づきまして、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じて、必要な支援を行い、僻地における医療の充実及び医師・看護職員の確保に取り組んでまいる所存です。今枝総一郎君。ありがとうございます。いろいろとご紹介をいただきましたし、また地域医療介護総合確保基金については特に深くお話をいただきました。ただこれは県で計画を作らないといけませんし、一義的には県に対する支援であることも確認できました。県にはこれまでも申し上げてきましたけれども、より一層申し上げていきたいというふうに思っています。それでは具体論としてもう一つ、僻地運営費について質問いたします。これは僻地医療支援の予算全体の3分の2、約50億もあります。僻地医療を支援する私としては、これまでも増やすように求めてきたところで、ご尽力をいただいている関係者の皆様には感謝をしたいというふうに思います。でこの助成金において東映医療センターは2種僻地に当たると思います。東映庁は小さな自治体であり、申請が遅れてしまいましたけれども、私たちも十分な支援をする中で、愛知県にもご支援をいただき、結果として申請をすることができました。多少の遅れにかかわらず、僻地医療を確保する重要性からご助成をいただけませんでしょうか。ご答弁ください。お願いします。稲津厚生労働副大臣。僻地運営費の助成についての、ご質問だと受け止めておりますが、その国民健康保険の直営診療施設、ここは民間の医療機関の進出がなかなか期待できない地域ですとか、あるいはまたこの医療機関の整備が不十分な地域などにおいて、国保被保険者への保険給付を確保するために、保険者が設置、運営を行うためのものでございます。こうした直営の診療施設に対しては、僻地運営費として、僻地に所在する国保直営診療所の不可避的な運営赤字に対し、一定の助成を行っているところでございます。ご指摘の件につきまして、愛知県から1月29日に申請をいただいたところでございます。本日この議員の僻地診療施設に対する考え、また思いについてお伺いいたしました。この愛知県の東映医療センターにつきましてはですね、申請自体はやや遅れたもので、当方としては僻地の医療の確保は大変重要であるとこのように考えておりまして、また県からはですね、申請が遅れると、そうした事前の連絡もあったことから、これを受け付け審査をしているところでございます。これまでに当該施設については半径4キロメートル以内に他の医療機関がなく、本県補助金においては2種僻地に該当すると確認が取れたところでございまして、事務方にはしっかり、こう引き継ぎをしてですね、手続きを進めるよう指示をしたところでございます。委員長。今枝総一郎君。ありがとうございます。このようなお話を受けてですね、わざわざしっかりとした指示を事務方にも下ろしていただいて、心から感謝を申し上げます。ぜひともご助成いただきますようにお願いをいたします。さて、過疎地医療を救うための方策として、もう一つ、巡回診療、移動診療車がございますが、最近は大きく進化をしつつあります。私は自民党のマース推進議員連盟の事務局長として、これを大いに推進をしておりますけれども、その一つとして、医療マースというものがあります。私の選挙区に隣接をする長野県南信地域で、看護師同席の移動診療車でオンライン診療を活用するプロジェクトも始まりました。これらさまざまな分野でどんどん進めていって、過疎地医療の支援をすべきだと思いますが、例えば現在、東映庁で危機に瀕している透析を移動診療車内で行うことはできるのでしょうか。安全性の担保は非常に重要でありますが、腹膜透析の適用拡大をこの移動診療所内で行うことなど、過疎地の透析医療体制不足の支援をするために、さまざまなことが考えられると思いますが、いかがでしょうか。稲津厚生労働副大臣。お答えをさせていただきます。腹膜透析を移動診療所、MARS のこのオンライン診療で行うことが可能かどうかというお問い合わせでございますけれども、このオンライン診療については、患者の通院負担の軽減ですとか、あるいは医師の少ない地方における医療の確保の観点等から、その適切な普及、推進を図っていくことは重要でございまして、オンライン診療の適切な実施に関する指針、これを策定いたしまして、
診療する医師等が最低限遵守する事項、推奨される事項、その考え方を示しておりまして、医療現場における運用等を踏まえて、定期的に指針の見直しを行うこととしているところでございます。一部の地域においては、過疎化に伴いまして、人工透析のための通院の負担が増加していると、こういう実情があることは承知をしているところでございます。ご指摘の移動受診者内での人工透析を実施することが可能か否かということでございますけれども、これはオンライン診療の普及状況、安全性、有効性、そうしたことにかかるデータ等の収集結果などを踏まえてですね、慎重に検討を行う必要があると考えているところでございます。今後医師が少ない地域における医療の適切な確保という観点も踏まえて、必要な指針の見直しを検討し、適切なオンライン診療の普及推進に努めてまいりたいと考えております。委員長、今枝総一郎君。ありがとうございます。ぜひ抜本的な支援をお願いをしたいというふうに思っています。ただまたこのオンライン診療を活用しなくともですね、例えば移動診療車内でさまざまにできることというのはあるというふうに思います。また診療報酬を例えば請求できるような医療機関としてこの移動診療車が認められていくということも重要でありますし、例えば在宅血液透析の受診をオンライン診療で行うというようなこともあり得るというふうに思います。南相馬市立総合病院で行われているようなドクター・トゥ・ペイシェント・ウィズ・ドクターを進めることも非常に有効だというふうに思っています。現在病院の再編統廃合の流れがありますけれども、透析は週3回 4,5 時間という頻回で長時間という特徴から、再編統廃合一辺倒ではなく地方の透析が残せるように国から特別な支援が必要だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。副大臣、うなずいていただいてありがとうございます。それでは新型肺炎対応でお忙しいでしょうから、副大臣はここでご退出いただいて結構でございます。誠にありがとうございます。はい、では稲津厚生労働副大臣は退席を願います。では質問を続けさせていただきます。続いて地域の医師不足偏在問題について質問します。前自民党政権時の平成20年にスタートした医学部入学者の臨時定員増は平成31年までに順次増えて1011名となりました。さらに医学部地域枠も平成20年に始まり、現在は927人まで増えています。これは本当にありがたく、例えば私の地元の蒲郡市民病院も一時期は医師不足、医療崩壊した病院であるというふうに言われていましたけれども、昨年8名も医師を一気に増やすことができ、医師不足から閉鎖をしていた病床もすべて開けることができ、今年度は本当に久しぶりに黒字となる見込みであります。地方財政の面からも医師不足の解消は非常に重要です。一方で平成30年には充足していない地域枠を一般枠として流用していたというあってはならない事案もございました。これらを踏まえて平成31年までの地域枠を令和2、3年度は別枠方式のみ認めることとして延長し、令和4年以降は春までに議論をして決めるということになっています。まだまだ地方の医師不足偏在は本当に厳しい状況があり、地域枠を継続すべきと考えておりますけれども、いかがでしょうか。厚生労働省吉田医政局長。お答えいたします。地域の医師確保につきましては、委員ご指摘のように平成20年度から医学部の定員を暫定的な臨時定員という形で恒久定員に上乗せして増員をしてきております。平成31年度には9420人ということで過去最大規模でございます。このままいくと長期的に供給が需要を上回るという水準ではございます。一方でこの医師数を増加させてもなお地域偏在あるいは診療科偏在というものが解消しておりませんので、こうした観点を踏まえて大学医学部地域枠のあり方について検討をしております。お尋ねの令和4年度以降の医師数につきましては、医師の働き方改革の推進に関する検討会で今議論をしております働き方改革の結論、医師偏在対策の状況等を踏まえまして再度医師の受給推計を行った上で検討を行うということにしております。都道府県の実情に留意しながら地域枠のあり方も含めて議論をしてまいりたいというふうに思っております。委員長、今枝総一郎君。ありがとうございます。ぜひ地域の医師不足偏在の大きさを鑑みて今後も継続すべきと改めて強く申し上げておきたいというふうに思いますので、よろしくご検討のほどお願いを申し上げます。また今回の実はその基礎となる調査、いろいろとしていらっしゃると思いますけれども、実は抜けがあります。
初期研修後どの都道府県に残ったかは検証されていますが、その後都道府県内の医師不足の医療圏、そういった地域で勤務しているかについては実は検証されておりません。地域枠の医師がいつどのように専門性を磨き、いつ医師不足地域に行くかについて決めるキャリア形成プログラムもこれまで作成していない都道府県が存在したことから、全国で今年3月までに作ることになっていますが、地域枠医師が医師不足の医療圏で勤務しているかをきちんと検証しながら、都道府県内の是正や、失礼しました、偏在を是正を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省吉田医政局長。お答えいたします。地域枠の医師の方々につきましては、就学資金の貸与の要件において、都道府県が策定するキャリア形成プログラムに参加をして、医師が不足している地域などの医療機関に一定期間従事していただくということにしてございます。この仕組みを通じて医師としての能力開発向上の機会を確保していただきながら、都道府県内の地域偏在医師偏在是正に貢献いただけるというふうに考えております。2020年度以降は厚生労働省から発出したキャリア形成プログラムの運用指針におきまして、この医師の確保を特に図るべき区域、例えば医師少数区域あるいは医師少数スポットでありますけれども、その医師医療機関、その地域の医療機関において一定期間就業するようなキャリア形成プログラムの策定を求めております。我々厚生労働省といたしましては、各都道府県の策定状況を確認しながら、医師のキャリア形成と地域の偏在対策に資するプログラムになるようフォローアップを行っていきたいと思います。また地域枠の医者さん医師が各都道府県内のどの二次医療圏で勤務しているかにつきましても、今後調査をいたしまして、より良いキャリア形成と地域の偏在対策に資するプログラムの策定を推進できるよう、都道府県とも連携を図ってまいりたいと考えております。委員長。今枝総一郎君。ありがとうございます。きちんと検証されるということでありますので納得いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。続いて新型コロナウイルス肺炎対策についてご質問させていただきます。亡くなられた方に心からお悔やみを申し上げ、また被害に遭われている方にお見舞いを申し上げたいと思います。そしてまた現在対策にご尽力をされている方々に心から感謝と敬意を申し上げます。特に医療現場の関係者の方々、厚労省をはじめ政府自治体行政の皆様に敬意を申し上げたいと思います。そのような中でこうして国会質問するのは心苦しいのですが、防疫体制、検査体制、医療体制、国民の皆様への情報提供などさまざまな問題があり、どうしても質問せねばなりません。先日自民党からも緊急提言をした緊急対策において、検査体制も約4倍に強化でき、専用ベッドの確保や医療提供体制の支援、他の抗ウイルス剤が新型コロナウイルスに効果があるという報告もあり、臨床治験を推進をしていただいております。さらにキヤノンが作られた新たな診断機器はこれまでの以上の効果を発揮できる可能性があり、利用を進めるべきであります。また院内感染対策と合わせて感染拡大防止策としては、肺炎かなと思った方が通常の医療機関ではなく指定医療機関に確実に受診をしてもらうということも重要だと思っております。そのための相談体制の整備が必要不可欠です。すべての都道府県や多くの保健所で相談体制を取ってもらっておりますけれども、24時間体制の改善を一つでも多く増やさねばなりません。また濃厚接触者や海外渡航歴がない人もきちんと対応できるような、そういった体制もこれから検査体制の充実も含めてしていかないといけないと思います。月に6億枚のマスクの超大量増産も来月をめどに進むようになりましたが、もっともっと必要でありますし、消毒液も3倍ぐらいの増産体制今取られておりますけれども、まだまだ増やさねばならないと思っています。医療機関への優先的な物資の支援はいいのですが、介護施設や障害者施設などへの物資支援も重要です。これら新型コロナウイルス肺炎対策について今後どのように対応策をしていくのか、ご説明いただければと思います。厚生労働省吉田医政局長。お答えいたします。新型コロナウイルス対策について全般にわたるご質問ご指摘をいただきました。私の方からは特にその高段物資の関係についてご答弁申し上げたいと思います。マスクにつきましては、今委員ご指摘いただきましたように、厚生労働省と経済産業省政府一体となってメーカーに対する増産要請をいたしました。メーカー側においてもそれに対応して徐々に供給量を増やしていただいている段階でございます。また消毒液につきましても同様に増産要請を行い、国内生産主要各社では先月比で約 1.4 倍の増産予定承知をしております。今後この医療用マスクあるいは消毒薬につきましては、各都道府県の備蓄量を調査するとともに、
感染症、今ご指摘いただきました中にもありました指定医療機関に備蓄を振り向ける、あるいは備蓄の増強を要請するなどの対応を図ってまいりたいというふうに思っております。メーカーのご指摘いただきました診断装置、例えば国立感染症研究所とメーカーの共同で、研究開発に着手しているものを出てまいりましたので、このような取り組みを進めながら全体としての新型コロナウイルス対策、政府一丸となって進めさせていただきたいと思っております。厚生労働省宮崎健康局長。お答え申し上げます。全般についてのご指摘でございますが、先日も自民党の方から提言をいただきましたのも踏まえまして、緊急対策のパッケージまとめさせていただきまして、それをしっかり取り組んでいくこということが一つ、それから今般今日のお昼でございますが、政府の対策本部でも基本的な方針を取りまとめておりますので、それを踏まえて今後にも今もそうですし今後にも備えまして、検査体制あるいは国内の医療体制しっかり取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、引き続きご指導よろしくお願い申し上げます。委員長。今枝総一郎君。ありがとうございます。続きまして今新型コロナウイルス肺炎の全体のお話をいただいたわけでございますけれども、ちょっと一つのところに絞ったお話を聞きたいと思います。それは急遽搬送をされました藤田医科大学岡崎医療センターに関連したことでございます。この病院は4月に開院予定でございましたけれども、すでに工事などは完了していた状態でした。岡崎市には事前連絡があったものの、近隣自治体や地元の医療介護福祉関係者には連絡もなく、地域の方々は不安に感じておられます。政府としても緊急の取り組みで非常に難しい対応であったことは理解します。昼夜を問わず対応されていることも理解をいたしますので、これ以上は言いませんけれども、一点どうしてもお願いをしたいことがあります。それは地元住民や自治体、医療関係者からの要望に真摯に対応することであります。今愛知県内ではさまざまな不安の声が上がっています。その中には現時点ではこのウイルスの詳細な実態が分かっていないことから来る不安感も恐怖感もあると思います。なぜ突然うちの地元に来るんだというお怒りもあると思います。ですから医療従事者が使う感染防護用の資材などについて地元自治体にしっかりと届けることで、地元の方々の安心につなげることが国に求められる役割だと思います。幸田町岡崎市からまた救急搬送にあたる隊員用の感染防御物資の支援を行うよう厚労省に要請が上がってきています。また近隣の医療介護障害者施設、学校や保育園、幼稚園なども特に心配されておられますから、民生用のアルコール消毒液、マスクといった物資も優先的に支援をしてほしいと思います。また今後消毒などを徹底的に行い、ウイルスの心配なく4月の会員には予定通りお願いをしたいと思います。政府にはしっかりと受け止めていただき対応してほしいと思いますが、いかがでしょうか。厚生労働省吉田医政局長。お答えいたします。今回新型コロナウイルスの陽性でありながら症状のない方を岡崎医療センターの方に搬送をさせていただいております。今回のこの搬送にあたりました非常に急を要する中で、大学関係者、センター関係者にご決断をいただいて、進めさせていただいているところでございまして、私どもとしては大変感謝を申し上げております。そのような中で今委員ご指摘のように、今月19日には岡崎市から、20日には幸田町から、厚生労働省に対して今回の受け入れに対して、先ほど委員もご指摘いただきましたような救急隊員用の防護服の確保、あるいは周辺地域におけるマスク等の優先確保、あるいは隣接する小学校児童に対する十分な説明、そして広域的な医療提供体制の構築などなどご要望を頂戴いたしております。私どもとしては今回ご協力いただいております岡崎市をはじめとする地元の方々からのご要望でございますので、これをしっかりと受け止めて、愛知県とも連携しながら医療体制の確保や住民の安心の確保に全力を挙げてまいりたいと思っております。具体的にはこれまでに救急隊員用の物資を岡崎市に向けて発送しております。今後もその他順次対応してまいりますし、その際には幸田町など周辺地域のニーズもしっかりと把握した上で、それらの地域にも物資ができるだけ行き渡るように対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。委員長。今枝総一郎君。ありがとうございます。しっかりと対応をお願い申し上げたいと思います。
次に新型コロナウイルス肺炎の影響で観光業、商業、また中国とのサプライチェーンが切れた製造業、特に中小企業に大打撃が起きています。現時点でまずは5000億円の枠で資金繰りを支援し、さらに従業員の方に休んでもらう事態も起きておりますので、雇用調整助成金という休業保障のような支援も拡充していただいております。今後は資金繰り支援だけでなく、打撃を受けた経済に対して大型の補正予算による支援も必ず必要になるでしょうから、できるだけ素早く適正な規模で行えるように準備をせねばならないと考えています。特に観光業などは復興割などの需要喚起の支援策が必要です。また中小企業についても資金繰り支援だけでは長期化した場合支援は足りません。影響が大きかった企業への支援は震災復興と同じような真水の支援ができないものでしょうか。観光庁と中小企業庁にそれぞれお答えいただきたいと思います。お願いします。国土交通省加藤観光庁審議官。お答え申し上げます。今般のコロナウイルスの拡大に伴い、訪日中国人旅行者の大幅な減少や日本人旅行者の旅行の手控えにより、各地域の観光産業にも大きな影響が出ていると認識しております。こういった状況を受けまして、委員ご指摘のとおり、先日政府において取りまとめた新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策、こちらにおきまして関係省庁と連携してセーフティーネット貸付制度の要件緩和等による資金繰りの支援、あるいは雇用調整助成金制度の要件緩和等による雇用の確保などに取り組んでいくことが盛り込まれております。またこういった取り組みを私ども関連の地方運輸局におきまして特別相談窓口を設置し、こういった取り組みをご紹介するとともに、ご相談があった場合には地方の経済産業局ですとか労働局に担当者をご紹介し、支援制度の活用も含めフォローしていくこととしております。また同時に喫緊の課題の対応といたしまして、国内感染防止対策、こちらが必要でございます。宿泊事業者等に対しまして、改めてマスク着用や手洗いなどの感染予防対策の徹底を要請する、またこういったことに加え正確な情報発信に努めることで風評被害の発生防止に全力を挙げてまいります。なお今般の事態が我が国のインバウンドや地域の観光産業にどの程度の規模、期間にわたって影響を及ぼすことになるのか、これはやはり しっかりと状況を見極めていきたいと思っております。この状況を見極めながら、特に本年は東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催される、こういった絶好の年でございます。状況を見極めながら適切な時期に機を捉えたプロモーションを展開するなどの取り組みを進めてまいります。いずれといたしましても引き続き観光産業のニーズにしっかりと耳を傾け、対策に万全を期してまいる所存でございます。中小企業庁鎌田次長。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の拡大によりインバウンドが減少し、観光関連事業者に影響が生じていることに加え、製造業などのサプライチェーンの影響に対応するため、2月13日に政府全体で取りまとめた緊急対応策に企業活動への支援を盛り込んだところでございます。これに基づきまして、中小企業の資金繰り対策に万全を期するとともに、サプライチェーン対策につきましても国内での生産体制の強化に向け、設備投資や販路開拓などで支援をしていくということでございます。具体的には令和元年度補正予算で措置をしているものづくり補助金などにおきまして、サプライチェーンの既存に対応するための設備投資や販路開拓等に取り組む中小企業につきまして優先的に支援を行う予定でおります。これらの対策を即座に実行に移すとともに、今後とも国内外の状況を丁寧に見極め、必要な対策をスピード感を持って実行してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。委員長。今枝総一郎君。ありがとうございます。今後についてはこれからどういう状況になっていくかというところをやはりしっかりと注視をしながらも、やはり私は予備費を活用しながらも大規模な補正予算をご検討いただくことによって国民の皆様に安心をいただくということも非常に重要だと思いますので、ぜひとも今後検討をお願いをしたいというふうに思います。などなどいただいてありがとうございます。さて続きましても時間がありませんが、簡潔にダイヤモンドプリンセス号の感染防御についてどうしてもお聞きをせねばなりません。当然でありますが、感染症の専門家が当初から入って区域管理や感染防御、船内での行動についての指導があって、その後もいわゆるレッドゾーン、グリーンゾーンを分けるような区域管理などが適切に行われていることが重要です。船内が狭いですとか複数の経路確保できないとか、いろいろと難しい問題がありますけれども、できる限り行わねばならないというふうに思っております。またこの船内においての感染はそのペースが増えているのか減っているのかは、結果として感染コントロールが適切に行われていたのか、これを判断する材料になると思いますが、いかがでしょうか。厚生労働省宮崎健康局長。
お答え申し上げます。今般のクルーズ船の区域管理につきましては、感染症の専門家の意見も聞き、船舶という限られた空間や担当者が定期的に交代するという現場体制の特殊性を踏まえた上で、業務を行うゾーンと検体採取等で汚染したガウン等をの感染防具を脱ぐゾーンを分離してウイルス感染のリスクを下げているところでございます。また船内の区域管理が適切に実施されているかを含め、感染制御支援チームが船内のコンサルテーションおよび巡回を連日実施し、指摘された点はすべてその日のうちに対応してきたところでございます。なおクルーズ船の対応につきましては、専門家会議における議論では2月5日以降感染拡大防止の措置が取られ、徐々に発症者が減少し、現在ではほぼ感染者の発症がないという状況まで確認されており、隔離が有効に行われていることを確認したとされているところでございます。今枝総一郎君、ありがとうございました。時間が来ましたので終わらせていただきますが、最後こういったことがあるとやはり病院選の検討も重要だと思いますので、私も議員やっておりますのでぜひよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。これにて今枝総一郎君の質疑は終了いたしました。次に上野博